なんと横須賀市の通勤ラッシュに巻き込まれているという。はい、乗り込みます。初めての千葉県に上陸でございます。これマジツーリング日和だ今日。紅葉綺麗だ、すごい。そこでお参りして宝くじでも買ってみればよかったかな。あ、すごい、なんか埴輪があちこちにいるよ。ほら、ここにもいる埴輪。ちょっとだけ。気持ちいいぞ。房総半島気持ちいいよ。成田空港は左だ。成田空港のすぐ横は通らないのかな。近くはかする感じなのかな。めっちゃ天気いい今日。よかった。昨日はね失敗したと思ったけどね、出たのは。よかった。とにかく房総半島が晴れればそれでよかったということで、今から行くサハラのね小江戸の街並みなんだっけ、なんかそのねサハラのねこう古い町並み、川沿いのねいい感じの町並みのところに今から行くんだけど、もうバイクでねそこ走れるっぽいんだけど、多分止めてね写真撮るのは難しいと思うんだよね。なので一通りサクッとちょっとバイクで走ってみた後に駐車場にバイクを止めて歩いてみようかなと思ってるんだけど、観光客多いのかなそこも。まあ、最初はねだからサハラにホテル、もうそこのね街並みのすぐ近くにホテルを取って、早朝ねまだ誰も車も人もいない時間帯に行って、ちょっとバイクと一緒に景色の写真撮ろうかなとか思ったんだけど、まあそんなことしているとなかなか前にも進めないしということで、結局今日は調子にホテルを取りました。なんかね金谷港の近くになんだ切り通しの道門だったっけ、切り通しのなんかトンネルだったっけ、なんか結構ねそのバイクツーリングのスポットとして有名な場所があるみたいで、最初ねそこに行こうかなって思ったんだけど、そこの Google ストリートビューのね、あ Google のねあの口コミを見たら、なんかすごいバイクの人が邪魔、バイクの人が迷惑っていうコメントがいっぱいあって、あーちょっとやめようかなってなって。まあね他の観光客とかがいるのに、トンネルの真ん前とかトンネルの出口とか真ん中とかにねバイクを並べちゃって写真撮ってる人がいっぱいいるみたいなことがの口コミがね結構いっぱい書いてあって、うわそれはいかんなーって思って、まあ、すごい綺麗な絶景とか綺麗な景色の中に自分のバイクを置いて写真撮りたいっていう気持ちはすごくわかるし、私もそうだから、まあね行ってね写真撮らなくても見るだけ見ようかなと思ったんだけど、まあ、パパに言ったら、いや別にただのトンネルだよみたいな感じで、あっさりしてたのでパパも、あそうなんだつって、そこはね来る途中にねもうすぐ看板が出てたけど、そこはねスルーをしました。そういうところはねちょっと気をつけなきゃなと思いながら、いつもね写真を撮るように心がけてはいるんだけどね。あこれってさ落花生畑なのかな、落花生畑これ。誰か教えて、落花生ってこんな葉っぱじゃなかったっけ、わかんないな。あれもう香取市入っちゃった、成田市からちょっとしか走ってないのにもう香取市だ。なんか落花生の食べ方にもね地域性があって、私の実家のねまあ、静岡県の富士市とか富士市、まあ、静岡県の富士市がそうなのかうちの実家がそうなのかわかんないんだけど、うちの実家は落花生をね茹でて塩茹でして食べるんだけど、なんかこの辺は塩茹でじゃないんだよね、殻入りなんだろう、なんか殻が硬いよね。うちの家族はすごく落花生が好きで、家庭菜園で落花生作ってたりした時もあったので、収穫をしてね塩茹でにして食べるんだけど、そうするとなんかこう殻がねもうすごいふにゃふにゃに柔らかくなって、中のピーナッツも柔らかい、茹でてあるからね柔らかくって塩味のする柔らかいのが落花生だと思ってたんだけど、なんか千葉の人に落花生もらったら殻が硬くって、まあ中はね普通に売ってるピーナッツ、むきピーナッツみたいなやつが入ってて、子供の頃ねえ何これってなったんだけど、もう落花生といえばうち柔らかいやつだったから、ピーナッツと落花生は別のものだと思ってたっていうか
で明日はね銚子から、南房総の方に向かっていくんだけど、なんだっけ観音崎の方、なんかどっかにねピーナッツソフトクリームの美味しいところがあるって見つけて、どこだったっけ、そこに寄りたいんだよな。ピーナッツソフトクリーム食べたいけど、今日ぐらいねあったかいとソフトクリームも食べたいけど、昨日ぐらい寒いと多分もうね、いやもうソフトクリームいらんってなっちゃうから、明日もあったかいといいな。さつまいも掘り、さつまいも掘りだ。ひでじいの焼き芋、なにそれうまそう。あ、成田ファームランド、なんかすごいいい匂いする。あ、焼き芋の匂いだ、めっちゃいい匂いする。あ、めっちゃいい匂いする、甘いいい匂いする。めっちゃなんかお腹いっぱい空気吸っちゃった今めっちゃいい匂いしてたから、ちょっとおやつ食べた気になった今。めっちゃ甘い匂いしてた。めっちゃ甘い匂いだから焼き芋の匂いじゃないのかな。あ、サハラじゃないのかな、サワラなのかな、サハラじゃないのかな、サワラなのかな、わかんないね。難しいね、町名の読み方って、町名っていうか地名の読み方って。サハラだと思ってた、サワラなのかな。よいしょ、これをねこっちってことね。はいはい、わ、なんかもうすごい、なんかもうすごいよ。あー、なんかすごい、わ、なんかすげー混んでる。これ右ってこと、これか、これか。うわ、すごい、駐車場どこ。あ、これが伊能忠敬記念館だ。 P こっち、 P 観光 P みたいなのどっかいなかったっけ、街並み観光、え、これかな、これだ、これだ。すいません、バイクでもいいですか。ここバイクは無料なんで。あ、そうなんですね。柳の木のとこ。あ、ありがとうございます。バイク無料だった、やった。サワラなんだ、やっぱりサワラ。伊能忠敬像、測量器、すごい。ずっと続いてんだ、すごい。わあ。静岡から来ました。17歳から50歳まで住んだ家。
ただ高蔵なのとかね、修学旅行生みたいな人たちがいっぱいいたので、ちょっとサクッともうバイクで走るのをやめて駐車場に止めてね、散策してきました。ありがとうございました。これがなんか一方通行がなんか二輪は除くってなってるので、一方通行逆走してもいいみたい。この辺で写真撮ろうかな。静岡から来ました。はい、原付で静岡から来ました。いや、原付なんで下道でずっと。原付はい、原付です。見えないね。はい。静岡はいいとこですね。ありがとうございます。ぐるっと一周回って帰るホテルに。これはいい、楽しい。ここは基本的に車はこっちはこっち向きの一通、川の向こうは反対側の一通みたいなんだけど、なんかねこれ二輪と自転車は除くっていうことで、二輪はなんか逆走してもいいみたいで、本当にいいのか分かんないから、いやいいんだけど、えいいんだけど、なんかね工事のおじちゃんに聞いちゃった。これいいんですか逆走してっつって、そしたらいいんだよ、二輪を除くんだから三輪じゃないでしょって言われて。ちょっとここでまた写真撮ってこう。はい、ということでね、街並み、佐原の街並み堪能しました。到着した時はすごいなんかおじいちゃんおばあちゃんの団体さんとかね、小学生の団体とかね、修学旅行生みたいな高校生の団体とかめっちゃいたんだけど、だからねちょっと写真撮影も諦めたんだけど、一気にみんな夕方になったらいなくなったのでね、今あんまり人の歩いてない方に行って写真撮ってきました。あ、これが町並み案内所。まあ観光客とかね、あの地元の人もたくさん歩いてるので、これか、迷惑にならないようにね写真撮らなきゃと思って、そーっとね人のいないところで隅っこで撮ってるとね、近所のおじちゃんとかが出てきてね、いやいいバイクだなって言って声かけてくれて。結構なんか株を見て寄ってきてくれるおじちゃんたちがパラパラと集まってしまって。あれが道の駅かな、寄ってこうかな、せっかくだからね、道の駅水の里さわら、あ、これ寄っていこう、せっかくだからね、さわらの道の駅寄っていきます。まあスタンプ押すだけなんだけどね、今お団子でめちゃくちゃお腹いっぱいになっちゃって、じゃなかった、道の駅水の里さわらでした。もうね、さっきお団子屋さんでね、お団子すごい山盛り食べてお腹いっぱいなので、何も食べずにスタンプだけ押してきました。あ、川がねあるんだね、これ何川なのかな、これ何川、
さっきのね、さわらのあの古い町並みのお団子屋さんのね、あの店主さんもね、なんかバイク乗りの方みたいで、大型バイクで日本中もう行ったよって言って、もう結構ちょっとおじいちゃんだったんだけど結構で、結構ね、あの量がなんならもうね、あの一口食べれる、一口分ね、3個お団子ついてるぐらいの一口分食べれればいいなと思ったんだけど、そういうなんかちょっと食べれる感じのメニューがなくて、もう結構みんな盛りだくさん、あの3種類乗ってたり4種類乗ってたりね、お団子5本セットとかね、そういう感じでかなり量的にすごい大盛りのやつしかなくて、でもお団子めっちゃ食べたかったから、みたらしと西京味噌とごま団子が3種類それぞれね、4粒ずつ4個ずつ乗ってるね。だからなんならさ、私お団子4串食べたってことだよね今やばいやばいけどね、すごい美味しかったからペロリと食べれちゃったよ。やばい、これはやばいけどいい、もうまた帰ったら走る。すごい美味しかった。しかもですね、なんか900円のお団子のセット食べたのに、なんかシャインマスカットの大福がもう期限切れだからつってあげるよつって帰りに持たせてもらって、でいちご大福なんかね、シャインマスカット自体がもうシーズン終わりだからもうこれで終わりなんだけどって言って、なんか2個入りのシャインマスカット大福もらったんだけど、なんか明日からねいちご大福になるらしくて、いちご大福はね2つセットで800円って書いてあったから、シャインマスカットもっと高いんじゃないかと思うんだよね。なんか900円のお団子食べたのに、なんかシャインマスカット大福もらっちゃって申し訳ありませんって感じだったおじちゃんそれじゃ儲かんないよみたいな感じのいいおじちゃんでした。いいお団子屋さんだった。さっきライディングジャケット脱いでね、街並み観光してたんだけど、結構歩いてると汗ばむぐらいのあったかさで、今日は本当にねツーリング日和でした。でどこにも寄らずにね、佐原までまっすぐ来たおかげで街並みもねのんびり歩いて見られたし、今日はもうお腹がいっぱいだ。なんならね、さっきホットサンド食べて、街並みのね甘味どころでちょっとデザート食べたら、夜またねちょっとご飯なんか食べようかなと思ったんだけど、もう無理だ、何も食べれない団子食べすぎた。まあ神奈川とかね千葉ぐらいだとね、静岡から来たのとはもう 声かけられないだろうと思ってたんだけどやっぱりね今もね、静岡から来たのこのバイクでって言っておじちゃんに声かけられて、何日かかるのって言われて、やっぱり神奈川とか千葉でもそうやって思われちゃうんだみたいなで今からね銚子のホテルに向かっていきます。今日はね銚子のホテルに泊まります。いや今日はね天気が良くて本当にツーリング日和だった。わーすごいいい道だ、川沿いのめっちゃいい道だ、やったー、すごいいい道だ、すごい、何これ気持ちいい、これ5キロ以上道なりだった、やった、川沿いの道に出た、気持ちいい、これは気持ちいい、よいしょ、これ国道なんだ356号。明日はねずっと海沿いを走って房総半島の先端の方まで、野島崎灯台の方まで行きます。そしてね明日また房総で一泊したら明後日帰ります。今回はね3泊4日の旅となっております。すごいまっすぐで信号なんもない、いやーよかった、楽しかった、今日は一日満足でした。そんなにね、まあ結構街中も走ったし交通量の多い道もあったけど、まあ8割ぐらいはそんな割と走りやすい道だったし、車も多くなくて、で佐原もね古い街並みもゆっくり堪能できたし、今日は大満足の一日でした。
いやしかし今日はちょっと団子食べ過ぎだなあれ本当もう罪悪感を覚えながらもう美味しいから全部食べたけどあれ2人ぐらいで食べる量だったまあでもどっちかっていうとね洋菓子より和菓子派なの で特にねもちもち系お餅大好きなのでお団子とかもめっちゃ大好きだからどっかで絶対お団子食べたいと思ってて、なんか箱根にもねなんかお団子を焼きながら自分で焼きながら食べれるっていうところがあったからそこにもね寄ってみたいなと思ったんだけど、もうね昨日はねもうなんか箱根峠で雨に降られてもう全然萎えちゃってお団子どころじゃなくなって、もういいやもうどんどん進もうみたいな感じでお団子そこで食べ損ねて、で今日はね古い町並みに行くから絶対お団子食べるぞっつって気合い入れてきたから、まあお団子食べれたから良かったです。ちょっとなんか食べ過ぎ感は否めないけど糖質取り過ぎ感も否めないけど、サワラでね、あの町並みで声かけてくれたおじちゃんたちみんないい人だったな。みんななんかねカブかっこいいね、カブいいバイクだねっつってめっちゃ褒めてくれて、まあね自分のバイク褒められたらね悪い気はしないっていうか嬉しいよね。なんかカブなんかさ本当に通勤とかに使ってる人いっぱいいるし、カブがそこら辺止まっててもそんなね声かけてくれたりそんな気にする人いないだろうなみたいな風に、バイク乗る人以外はねそんな気にする人いないだろうなって意外とね思ってたんだけど、でもね必ず旅に出ると全然バイク乗ってない人とかね、駐車場で隣り合ったおじさんとかがね声かけてくれたりとか、ナンバー見たりしてこのバイクで来たのって言って、もうそれがね毎回旅のために結構楽しいよね本当。もちろんねあのライダーさんとかと道の駅で会ったりして会話するのもすごく楽しいんだけど、で旅慣れてるライダーさんなんかはいろんな情報をくれるし、この辺に来たんだったらあそこの道がいいよとかね、そういう情報をねすごいやっぱ役に立つよね、その今自分がいるところで会ったライダーさんにそういう話を聞けるのっていう。だけどそれ以外にもねその現地のおじちゃんとかおばちゃんとかが声かけてくれたりするとなんかすごい嬉しいし、でそういう声かけてくれるおばちゃんとかおじちゃんって、わざわざこんなところまで来てくれてありがとうねみたいな感じでおじちゃんとおばちゃんも嬉しそうだから、それがまたいいよね。でさっきのねあの、ま、古い町並みで声かけてくれたお散歩中の地元のおじいちゃんがね、なんか私の株をまじまじと隅々まで見渡してホンダはいいバイクだなって言って歩いていった去っていきましたおじいちゃん。やっぱりね株乗ってると声かけてくれるのはだいたいおじちゃんとかおじいちゃんとかなんだけど、たまにねおばさんとか女の人がね反応してくれる時があって、そういうのもねすごい、そういうのもすごい嬉しいよね。なんか一人でバイクで来たのすごいねって、一人でバイクで旅してんのかっこいいねとかっておばさん言ってくれるおばさんとかいて、まあそれはそれで本当に嬉しいっていうか、もうなんならさっき本当ね街並みの隅っこでバイクの写真撮ってたら地元のおじちゃんがなんか出てきたから、うわ怒られんのかなと思って、こんなとこで写真撮るなとか、こんなとこバイク止めんなとか怒られんのかなと思ったら、いいバイクだなかっこいいなどっから来たのっつって普通に立ち話をしてしまったおじちゃんとあ銚子市入る、ほら銚子市入った、銚子市に入りました、ホテルまではあと14キロ、あ犬吠埼18キロ出てきた看板、もうすぐだよもうすぐホテルに着く、あいいなんか暗くなっちゃいそうだなギリ暗くなっちゃいそうだ、今日もね目いっぱい堪能しました、クーリング楽しみました、もうあと10分くらいで着きます。銚子駅の方に向かってるからやっぱり車が多くなってくるのかな、だんだん混んでるからこの2キロがなかなか進まん、この3キロ2キロがもうあとね本当に10分くらいなのに、10分どころかあと5分くらいなのに、さあ間もなく着きます、ようやく、これか、あこれだ、はいはいはい。